長からの依頼だ。最近のようだ。まさか依頼を受けるなんて言わないわよね。真のウィッチャーは困っている鳥を見捨てたりしないものだ。気をつけて、ピクシーよ。3匹の子豚の家があるわ。このお話は知ってる？狼なんて怖くない？どうやら藁の家と木の家は狼に壊された跡だな。残ってるのはレンガの家だけだ。覗いてみましょう。ジョスの言ったことを覚えてる？豆は外に放り出してある。犯人の見張りはない。ルスのようだな。羽だ。折れてるな。戦ったようだ。ガチョウの羽だ。羽ばたいた時に補強した。それから後ろ。ねえ、あれ、林の中、誰かに野営してるのかしら。守れ、金の卵を渡してたまるか。どうしてカゴに閉じ込めておくのでしょう。平舞いで産ませたためにずっと上等なのに。ともかく、鍵はどこ。鍵を見つけたぞ。張り紙を出しておいてくれてよかった。あれがなければ出会えなかった。見て、金の卵を産んでくれたわ。気前のいい依頼人でありがたい。魔法の豆の方がよかったが、贅沢は言えないな。本当に依頼のためだけにこんなところ。そういう仕事だ。信じられないな。他の理由もあるはず。そうだな。昔ボークレールで夢のような数ヶ月を過ごしたことがある。心のどこかでもう一度来たいと思っていたのかも。いや、ちょっと話が。ああ、くそ、頭が痛い。もう二度と赤ひげとは酒を飲まないぞ。シアンナ、久しぶりじゃないか。ずいぶん変わったな。あなたは変わらないわね、悪い狼さん。付き合う仲間は変わったみたいだけど。他に誰とつるめばいいってんだ。親指姫か。あいつ机に手も届かねえんだぞ。そりゃそうと何の用だよ。俺たちと一緒に飲まないか。今からか。死んでもお断りだ。二日酔いで立ってられないのに。二日酔いには迎え酒が一番って言うでしょ。冗談じゃない。そもそもどうして酒が飲みたいんだ。忘れたいことでもあったのか。それにシアンナ、その格好公爵には見えんぞ。爵位と継承権を剥奪されて追放されたのよ。まあ言うなれば家族喧嘩ね。聞いてくれ、魔法の豆を探してる。見た覚えは。ああ、大切に守れと言われて預かったが。どこにあるの？言いなさい。し、大声出すな。もっと大きな声も出せるわよ。それとも他のやり方で質問してほしい？
うわ、出た出た、脅迫だ。シアンナの得意技だな。いいか、もうおとぎ話の再現は引退したんだ。お前がやりたいなら付き合うしかないが、ちょいと難しいな。ってのももう赤ずきんは死んじまってる。え、あいつらに何千回も腹を切り裂かれて、石を詰められて、川で溺れさせられた。だからお前たちが来なくなった後、あの忌々しいクソガキに今までのお返しをしてやったのさ。赤ずきんは今頃井戸の底で腐りかけてるよ。カリードも一緒にな。だからお話を演じることもできないし、お前と話す理由もない。豆のことも他のこともな。さあもう出て行け、消えろ。うん、怒りっぽい狼だな。驚いた。でも考えてみて、自分から望んだわけじゃないのに悪役を押し付けられたのね。惨めな人生を超えたくもなる。さてどうする。心配ないわ。私が彼とおとぎ話を演じる。必要なのは赤ずきんだけ。つまり布切れさえあればいい。そう呼ばれたこの死体はいらない。なるほど。協力したいと言ったわね。その時が来たわよ。井戸に飛び込んで頭巾を取ってきて。急いで。さて、井戸に飛び込むか。頑張ってね。収穫は？あった。これを手に入れた。あなたには似合わないわ。貸して。ほらどう？悪くない。とても似合ってる。悪い狼のところへ戻るわよ。分かったぞ。孫のふりをするつもりだな。ええ、あなたがカリウドの役よ。また来たのか。もう安心だと思ったのに。赤ずきんが一緒じゃないなら話さないぞ。何の問題もない。シアンナが代役になる。なんだと？いいだろう。断る自由はなさそうだしな。かわいい赤ずきん、おばあちゃんのところへおいで。ねえおばあちゃん、どうしてそんなにお目目が大きいの？かわいい顔がよく見えるようにだよ。ねえおばあちゃん、どうしてそんなにお腕が太いの？お前をしっかり抱きしめるためだよ。それにおばあちゃん、どうしてそんなに大きな牙があるの？ん？それはお前を食べるためだよ。ガージョスが赤い豆について言ってたことを思い出して。人間が持ってて飲み込んだりはしてないって。ああ、腹を切って中を探そう。瓶の蓋、入れ歯、栓抜き。ああ、あった。赤い豆だ。さて、これで一歩先へ進めたわね。
なんだ。あなたってよくわからないわ。単に何も考えてないの？それとも変異した時に好奇心を根こそぎ消されちゃったの？本当に何があったか知りたくないの？追放された後、私がどうなったか興味ないわけ？そうか、君がそう言うなら続きを聞かせてくれ。彼らは君を公爵寮の外へ連れて行った。それから？そう、誇り高きトゥサンの騎士と私は、はるばるカエドドゥの荒野にたどり着いた。彼らは私をそこに置き去りにしたの。小銭一枚に持たず、破れたレースのドレスでね、霜が追い始める季節なの。何かに食い殺されるか、みんなの幸せのために餓死すればいいと思ったんでしょうね。でも私はいつも周りの期待を裏切る人間なの。その時も一週間ほど森の中をさまよって、寒さで真っ青になりながら小枝の皮をかじって生き延びた。そしてついに木々の間に野営の光を見つけた。それは盗賊の一団だった。泥酔して服には返り血の染み、侵されるか殺されるか、その両方だと思ったわ。どちらでもなかったと？その時初めて知ったの。泥棒や人殺しの方が騎士なんかより優しいこともあるって。彼らは私を仲間に入れてくれて、一緒にナザイルへ行った。恩返しのために力を尽くしたわ。どんどん地位が上がって、ついには統領になってた。無法者の軍団を率いていたのよ。そのままじゃダメだったのか？そうかもね。そこで新しい人生を生きるべきだったかもしれない。でもね、こう考えるようになったの。私が怪物？それならお望み通りの怪物を見せてあげるって。いろいろあったな。そうね。その間中、妹は楽しくブドウを踏んだり、下々の吟遊詩人と一夜を共にしたり。彼女が君を追い出したわけじゃない。追い出されたから怒ってるわけじゃない。私を忘れたことを怒ってるのよ。さあ、もうおしゃべりは終わり、行くわよ。